迷路の一例迷路とは、複雑に入り組んだ道を抜けて、目的地、ゴールまでたどり着くことを目指すゲーム、パズルのこと。迷路は、英語で、メイズというので、特に紙の上で解くパズルとしてのそれは、メイズという当て字をされることもある。作為的に作られたものを指すことが多いものの、山道や繁華街の路地などの実在する、入り組んだ道を指して、比喩的に、迷路ということもある。 部屋や通路が入り組んだ建築物は特に迷宮とも呼ばれる。右側の壁に手をついてひたすら壁沿いに進むという方法である。壁の切れ目は迷路の入り口と出口にしかないので右手法を使うと最終的には入り口に戻ってしまうか出口に到達するかのいずれかになる。最大経路でゴールにたどり着けるとは限らないが、 最悪でも壁の長さ分だけ歩けば終了する。平面的な迷路であれば、右手法を使うと必ず出口にたどり着く。しかし、迷路のスタートないしゴールが迷路の中にあったり、あるいは迷路が立体的だったりした場合は、右手法の結果スタート地点に戻ってしまうこともあり得る。また、ゴール以外にダミーの出口があると、そちらに行ってしまうこともあるが、 この場合はダミーの出口を無視して右手法を続ければよい。Windows のスクリーンセーバーの一つ、3D 迷路はこの方法で迷路を進んでいる。あらゆる迷路を解くことができる解法としてトレモーアルゴリズムが知られている。この解法は19世紀のフランスの数学者、エドアール・ルカによって紹介された。この方法は本質的には全パターンの経路を しらみつぶし的に試すというものであるが、チョークで地面に自分が通った後を残すことで、しらみつぶしを効率的にできる点に特徴がある。この方法では、迷路上の各々の通路は、最大2回しか通らない。よって最悪でも、通路の長さの合計値の2倍歩けば、ゴールにたどり着く。アルゴリズムの詳細は、以下の通り。以下のアルゴリズムで、迷路を歩くときは常に、チョークで地面に、 と描き続ける。また、まだチョーク跡のつけられていない通路を歩くのを通路を進むといい、すでにチョーク跡がつけられた通路の方向へと進むのを通路を戻ると呼ぶ。簡単なため、スタート地点が迷路中の分岐点の一つにあると仮定して話を進める。任意に選んだ通路を進む。そのうち分岐点か行き止まりかゴールにたどり着く。 まだ通っていない分岐点にたどり着いたら、通ってきた通路以外の任意の通路を選び、そこを進む。に、すでに通った分岐点にたどり着いたら、進んできた通路を戻る。に、通路を戻っている時に分岐点にたどり着いた場合、行き止まりにたどり着いたら、来た道を戻る。に、ゴールにたどり着いたら、終了。スタート地点が、迷路中の分岐点の一つにない場合も、 スタート地点が分岐点だとみなして、上述のアルゴリズムが使うことができる。つまり、スタート地点が通路の中央にある場合は、スタート地点は2方向に分岐する分岐点だとみなす。スタート地点が迷路の行き止まりにあるときは、スタート地点は1方向にだけ分岐する分岐点だと考える。オーアルゴリズムは、1959年に、 イエール大学のオイスティン・オーアによって紹介されたものである。スタートの近くにある分岐点から探索を始めて、徐々に探索範囲を広めていくというものである。このアルゴリズムは本質的に最大経路問題におけるダイクストラのアルゴリズムと同一である。このアルゴリズムの利点は、スタートからゴールまでに通る分岐点の数が最小の経路を発見できることと、 無限に広い迷路でも、有限の時間で、ゴールにたどり着くことができることである。一方欠点は、同じ通路をかなり多くの回数行ったり来たりしなければ、ならないため、右手法やトレモアルゴリズムに比べると移動距離が長くなることである。スタートから最初の分岐点まで歩く。最初の分岐点から出ているすべての通路をたどり、分岐点、行き止まりにたどり着いたら引き返す。 もし、ある通路が行き止まりだったり、もうすでに行ったことのある分岐点につながっていたら、その通路を通らないように目印をつける。その分岐点から出ているすべての通路を探索したら、一旦、スタートに戻り、スタートから行くことができる、別の最初の分岐点にて、同様の探索を行う。スタートから、最初の分岐点をすべて探索したら、次にスタートから、最初の分岐点を通過した。 次の分岐点をすべて探索する。このように、スタートから N 番目の分岐点を N イコール0、1、2、3、4、5というように、しらみつぶしに探索していく。紙の上で解く場合は、行き止まりをすべて塗りつぶせば、結果的に正解が浮かび上がる。庭園の池垣や、農地のトウモロコシや小麦を利用して、コーンメイズなどと呼ばれる迷路が作られることもある。 また、純粋に、娯楽施設として、板上で囲った、迷路園も数多く存在する。遊園地のミラーハウスも、このような迷路の一つである。このほか近年では、リアル型脱出ゲームとして、各種イベントなどでも開催されている。迷路園の例ヨーロッパでは、古くから修道院の庭などに、迷路園が作られた。イングランド王ヘンリー二世は、愛人を、 迷路園の中の隠れ家に住まわせ、妻のアリエノールからかくまったとされる。しかし、アリエノールは紐を用いて迷路を解き、愛人を毒殺してしまったという。ルネサンス以降は宮殿に付属して作られた。フランス王イ14世は1672年、ベルサイユ宮殿の庭に迷路園を作った。この迷路園は1775年に解体されている。 イギリスでは、チューダー町やスチュアート町の時代に盛んに作られた。イギリスのハンプトンコート宮殿の庭にあるものなど、現在も多くの迷路縁が残っている。江戸時代に、八幡の藪知らずの森を真似て、囲いで覆った土地に、迷宮式の藪を作り、入場料を取って中に入らせ、無事に出てこられた者に商品を出すという工業場が現れ、明治十年頃にもこれが復活して、 やわたふち、八人、隠れすぎなどの名前で大流行した。八百七十六年、植木屋の川本祐吉によって、神奈川県横浜市お松町の花屋敷に作られたものが日本で最初の迷路園である。これをきっかけに日本各地に迷路園が作られた。なる島流北の記述から、当時東京の向こう島では松を利用して、京都や大阪では竹林を利用して、 立体迷路を作り、客を遊ばせていたことが知られている。1980年代頃には、巨大迷路ブームが起こり、各地の娯楽施設に迷路が作られた。これらの多くは、スチュワート・ランズボローが手掛けたことから由来する、ランズボロー迷路と呼ばれるもので、可動式の板塀を利用しており、そのため定期的に設計を変えて違うパターンの迷路を提供することができた。 立体交差やチェックポイント、緊急避難用のゲートなどを設け、幅広い年齢が楽しめる、手軽な娯楽として成立した。工業者側の利点として、設置費用や撤去費用の安さ、維持管理の容易さなどが挙げられる。最盛期には、日本各地に100個以上の巨大迷路が存在したものの、結果として、一過性のブームに終わり、現在では20カ所程度にまで激減した。 しかしながらわずかに残っている施設は適宜回収やリニューアルが行われ根強い人気を誇っている。近年は迷路とアスレチックが組み合わされたアスレチック迷路や服装型立体迷路と呼ばれる複数階建ての建物の内部が迷路になっており、木座端を上がったり降りたりしながら攻略を目指す迷路施設などのアレンジ巨大迷路も作られている。 諸葛亮が考案したとされる石兵八人と呼ばれる石像建築群によって構成された迷路状のものと考えられる架空の罠。紙の上で解くペンシルパズルとしての迷路には多くのバリエーションがある。一見すると普通の絵画だが実は輪郭線に隙間があって迷路になっているものや正解のルートを塗りつぶすことで絵が浮かび上がるものもある。 日本のパズル作家では、前者は吉岡博士、後者は相場隆則、湯沢和之らが雑誌などで数多く発表している。海外では、ブラディミール・コズヤ・キン、クレック・ブライト、デーブ・フィリップスらがそれぞれ迷路作品を発表している。動物心理学や動物行動学では、記憶や学習行動などの研究において、動物に迷路を通らせる実験を行うことがある。 このような実験を迷路実験と呼ぶ。ありがとうございます。